さあ始まりました深掘りジャーニー、2回目の今回は延岡市の伊達町にやってきました。植木さん、はい、5月に入りまして梅雨にも入りましたね。そうですね。ただこうなかなかパッとしない天気が続いて、こう気持ちが塞ぎ込んでしまう日が多いですね。そうですよね、はい。まあ、ちょっとそんな植木さんにですね、はい、今日は日頃の疲れを癒してもらいたいと思ってですね、はい、ある花屋にやってきました。おお、それがこちらです。なるほど。あの外に花は並んでますけど、建物はコンテナですよね。コンテナなんですよね、はい、ちょっとかっこいい感じなんですけども、うん、花屋には見えないですね。ですね、はい。まあ、細かいことは置いといて早速行ってみましょう。わかりました、行ってきます。こちらベレッタガーデンというお店なんですね。おお、たくさんの種類の花がありますね。こんにちは。こんにちは。ベレッタガーデンの店長の西谷と申します。今日はよろしくお願いします。あの西谷さん、このベレッタガーデンというお店はいつオープンしたお店なんでしょうか。まあ、去年の9月1日にオープンしました。建物がちょっと変わってるなと。はい、コンテナ、コンテナですよね、はい。花屋さんって言ったらの、まあ、女性的なイメージがあると思うんですけど、まあ、ちょっと男性でも、まあ、なんか男っぽい、男臭いような感じのイメージにしたかったので、ちょっとコンテナを選びました。で、まあ、外観からもやっぱ、はい、あのパッと見てコンテナだって言って、まあ、それだけであの来店していただいているんで、まあ、ちょっと効果は置いているお花にこだわりはあるんですか。少しでも、まあ、ちょっと変わった植物とか花とかをメインに、まあ、あの他のお店さんと、まあ、差別化じゃないですけど、まあ、ここにしかないようなものを、まあ、取り揃えていけたらなとは思ってます。だいたいどれくらいのお花があるんでしょうか。どれぐらい数えたことないんですけど、どのぐらいですかね。100とか200さんはちょっと分かんないですね。でもそのよく見るお花じゃなくて珍しいお花がそれぐらいあるってことですよね。そうですね。私がこれって言ったら名前答えられるんですか。分かんないです。なかなか名前は出てこないもんですか。出てくるように努力はしてるんですけどね。こんだけ種類があると大変ですよね。大変ですね。それでは西谷さん、はい、あのお店の中を案内していただいてもいいですか。はい、分かりました。よろしくお願いします。先ほど私あの花の名前分かりますかって伺いましたけど、こちらの花分かりますか。グズマニアです。おお正解ですね。はい、ありがとうございます。すいません、疑いました私。パイナップルの仲間です。これパイナップル。パイナップル。ってことは、まあ、実はならないですよ。そう聞くとグズマニアっていう名前も覚えられそうです。あのこの番組の終盤に聞いてください。わかりました。多分覚えてます。パイナップルの仲間だ。一番気になっていましたアジサイ、ここにあります。すごいあのグラデーションになってますよね。そうですね、はあ、このアジサイもなんかよく見かけるアジサイみたいにこうバーって大きくなるんですか。大きくなります。ってことはもうお庭に植え替えたがいいってことですね。まあ、ただあの土の成分で花の色が変わっちゃうんで。そうなんですか。はい、アルカリ性酸性でピンク系とブルー系で、こう土が影響してるってことですね。そうですね、土の成分の。これもアジサイですか。アジサイで、なんかこうフリルみたいになってますね。そうですね。まあ、じゃあアジサイの花って実際はこの真ん中のチョンってなってるやつです。あ、これが花なんですか。この真ん中のチョンなんです。これはガクです。ガク。そうなんですね。中のチョンで。ガクの方が目立ってますね。そうですね。
でしゃばってます、ね、でしゃばってますね、額が。あ、なるほど、植物ですか。これはフィギュアです。あ、フィギュア。そういう植物は実際にある？あります、あります。開根植物って言って、はい、塊の根っこって書いて開根って言うんですけど、はい、茎がどんどん肥大していくっていう感じの植物です。ドライフラワー、いろんなドライフラワーありますね。はい、まあこうやって飾ってもらってもいいし、立てかけて壁にかけてもいいし。出ましたよ、またおしゃれだ。おしゃれな、おしゃれですよねこれ。これプレゼントで渡したら、そうですね、母の日も結構ですよね。母の日はあげたんですか。母の日はあの私、まあ、毎年一応こうプレゼントあげてるんですけど、ちょっと花っていうところにはまだ手を出せてないんですよ。ですけどこういったこうおしゃれな、なおかつ部屋にこう飾りやすいものがあると手を出しやすいですね、プレゼントする方も。ちょっとやっぱりあの父親にはちょっとおしゃれすぎてちょっと父親ではおしゃれすぎるかなと思うので、来年の母の日、はい。花以外にも植物をモチーフにしたイラストが描かれたバッグもあります。こちらの象のイラストは先ほどのパキポディウムがモチーフになっています。ちなみにこのパキポディウムグラキリス、和名は象牙球というみたいですよ。他にも様々な種類の鉢もあり、お気に入りの花に合う鉢を探してみるのもいいかもしれませんね。西谷さん、はい、あのこちらメニューと書いてあって、コーヒー、はい、カフェオレと書いてありますけど、はい、こちらでコーヒー飲めるんですか。はい、テイクアウトでお出ししております。なるほど、私も一杯いただいてもいいですか。はい、わかりました。こちらのベレッタガーデンでは一杯一杯コーヒー豆からドリップしたコーヒーをテイクアウトでいただくことができます。お待たせしました、はい、ありがとうございます。アイスのカフェオレいただきました。美味しそうですね。それではアイスのカフェオレいただきます、はい、どうぞ。あ、美味しい、いいですね。ありがとうございます。どうしてこのコーヒーとお花っていう組み合わせにしようと思われたんですか。まあ、もともとはあの門川の方で店やってた時に、まあ、コーヒーでもあったらいいのにっていう声が、まあ、あったんですけど。お、そうですか。まあ、延岡に移転してきた時に、はい、まあ、コーヒーでも飲みながら花が見れたらいいなと思って。なるほど、はい、ここで座って飲みながら、はい、お花が楽しめるっていうのはいいですね。そうですね、ゆっくりしながら、身も心も癒されてたと思います、はい、それでは西谷さん、はい、最後にですね、今後の目標などあれば教えてください。まあ、まあ、今コロナ禍で大変な状況ではありますけども、まあ、少しでもあの皆様の、癒しの源と、なれればと思って、まあ変わった植物や花を伝え広めていければと考えております。珍しいお花とコーヒーが楽しめて心が癒される場所でした。それでは皆さん、ぜひお越しください。ウデキさん、え、お花の名前覚えてます？あのパイナップルの仲間、パイナップルの仲間のゼゼゼなんとかゼなんとか、ちょっと待って、パイナップルしか覚えてないな。ゼゼゼ